なんかさ、この前出した緊急地震速報の動画で、私の声が怖いってコメントがたくさんありました。というわけで、今回は私の声を可愛くしてみたいと思います。そもそも、なぜ私の声が怖く聞こえるかというと、我々ボイスロイドは人間の声をリアルに追求したため、それゆえに起こってしまった、いわゆる 不気味の谷の現象が生じてしまったことが大きな要因と思われます。つまり、私の声を実際の人間の声の性質からあえて遠ざけることで怖い印象がなくなり、可愛さを演出することができるということです。まず、抑揚をなくしていきましょう。いかがでしょうか。結構可愛くなりましたよね。 初音ミクも今頃悔し涙を浮かべていることでしょう。さらに、声の高さを上げて、可愛いイメージを押し出してきましょう。いかがでしょうか。ますます可愛くなって、世の中の VTuber どもも悔し涙を浮かべていますね。さらに話すスピードを遅くして、天然不思議系アイドルっぽさを演出していきましょう。いかがでしょうか。もう、 全然怖くありませんね。これからも、この、超可愛いゆずゆかりをよろしくお願いします。そして、二度と、私の声が怖いなどと、書き込まないでくださいね。